今回のこのアレンジはまさかの綿棒を使います。こんにちは、渡辺です。今日はですね、これやったんですけど、これの、まあ言うたら使ったものがまさかの綿棒です。あの家にあるものシリーズで、もうほんとゴムとこの綿棒、あとまあオイルとかちょっとつけたんですけど、もうそれだけでできるアレンジになってますので、まあヘアアクセがなかったりとか、なんかちょっとこうやりたい、アレンジしたいけど何も道具がないっていう時にぜひ使える方法なんで、よかったら試してみてください。それでは動画をどうぞ。まずはリレーのオイルをつけていきます。結構髪の毛のまとまりが大事ですので、中間毛先を、まあ、重点的に最初につけて、最後に根元付近をしっかりとつけていきます。ブラシ等でしっかりと面を整えておいて、だいたいまあ耳あたりぐらいですかね、このあたりぐらいの髪の毛を分けておきます。後ろの髪の毛を溶かして、だいたい後頭部あたりぐらいで大丈夫かなと思いますので、ここでゴムで結んでいきます。ゴムのこの内側ですねに綿棒を差し込んでいきます。あまりこう差し込みすぎないで、少し出てるぐらいがちょうどいいかなと思います。次にサイドの髪の毛を少しずつ、まあ、このぐらいの毛束の量がいいかなと思うんですけど、これを後ろに持ってきて綿棒に挟んでいきます。反対側も同様に、先ほどと同じぐらいの毛束で挟んでいきます。これを交互にやっていきます。すべての髪の毛をまとめて、このゴムの下の部分でまとめていきます。この下の部分でゴムで結んでいきます。綿棒を外していきます。サイドの髪の毛をこのゴムの部分を持ちながら少しだけ広げます。本当に若干でいいかなと思うので、あまり広げすぎると崩れてしまうので、少しだけ凹凸が出るぐらいで大丈夫です。こんな感じで仕上がりました。綿棒を使ってできるアレンジになってます。よかったら参考にしてみてください。